皆さんこんにちは、島村楽器長屋パルコ店の立原と申します。本日はですね、ウェブオンから新たに発売されましたバイキングというスタジオチェアのヘッドレストについてご紹介させていただきたいと思います。先日私もですね、このバイキングのレビュー動画を出させていただきまして、おかげさまでですね、その動画を見ていただいたお客様からですね、ご購入お問い合わせをいただいておりました。本当にありがとうございます。ヘッドレスト自体はですね、実は海外ではもうすでにリリース、バイキングと合わせてリリースされていたんですけども、ちょっと前回私が動画を撮影して、アップロードした時にはですね、まだ国内の流通は未定だったんですけれども、ようやく、この度国内でも発売開始となりました。バイキングをですね、当店でご購入いただいたお客様からも、ヘッドレストまだ出ないんですかっていうお問い合わせはすごくいただいてたんですけれども、ようやくご案内することができるようになりました。それでは本日はですね、そんなバイキングのヘッドレスト、装着した感じとか取り付け方なんかご紹介させていただきたいと思います。はい、では早速ウェーブボーンバイキングのヘッドレストを組み立てていきたいと思います。はい、でこれがヘッドレストですね。各パーツが入っています。で、じゃあバイキング本体にですね、ヘッドレストをつけていきます。ハンガーとこのヘッドレストの部分ですね、でこのパーツですね、ネジのパーツと六角を使って本体に取り付けます。本体のこの辺りにですね、ネジ穴がありますので、それとこの本体、ヘッドレスト本体とハンガーをつけていきます。で、本体装着するときにですね、このままだと干渉してしまうので、ヘッドレストを少し上向きにしてですね、空間を空けておくとつけやすいんじゃないかなと思います。で、ヘッドレスト装着できました。簡単ですね。はい。で、最後にこのパーツでネジ穴のところを塞いでいただくと、完成かな。で、ヘッドレスト、まあご覧の通りですね、角度調節もできますし、なんと高さの位置もですね、こういう引っ張ったり、押し込んだりっていうので変えることができて、使用者さんの頭の位置で好みで使うことができます。で、さらにハンガーもついてるので、ここに上着なんかはね、かけたりもできます。じゃあ早速ですね、スタッフにヘッドレストを装着したバイキングの、フィーリングを聞いてみたいと思います。はい、じゃあヒロキさんどうですか？ヘッドレストつけたバイキングの感覚。そうですね、頭をこう、任せれるので、なんならこのまま寝れそうだなみたいな。そうですね。これ、あれなんですね。横で高さ調節できるんで。はい。こんな風に。ああ、なるほど。あ、はい、僕、これの方が好きですね。はい。首のところにちゃんとヒットしてるんで。そうですね。ああ、これ、すごい気持ちいいな。これ楽ですね。楽ですね、うん。これあった方がいいですね、うん。間違いない。間違いないですね。うん。ああ、いいな。トチさんどうですか、ヘッドレストアリーのバイキング。あ、やっぱ全然違いますよね、これ。うん、私ね、首とかちょっとね、痛めてるんで、吸収してくれる感じがすごくいいですね。あ、やっぱり、はい、うん、最初ね、本当にバイキングついてないんですけど、ヘッドレスト。あ、そうだったんですね。なきゃダメぐらいな。いや、これあった方が絶対はかどりますね。これでいいんですか。あ、これはこんなんできるんですね。これいいですよね。これはちょっと次のフレーズどうしようかなみたいな時、これいいですね。だいぶリラックスできますよね。いや、いいと思います。はい、八木さんどうですか、バイキングの。バイキングのヘッドレストが前回のからついたっていうことですか。そう、別売りなんですよこれ。おお、あ、でも頭ありがたいですね。首がこうグワッてなる。あ、そっか。あ、で、固定できるんでしたっけ。そう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 、寝れますね。これで固定、これで今固定されました。あ、これは寝れますね。もうちょっと上にしたりとか角度つけたりとかもできるんで。おおおお、あー寝る。これいいですよね。めっちゃいいですね。はい、こういうことですか。こういうことですね。便利ですよね。あー、なるほど。いいですね。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、ウェーブボーン社の人気スタジオチェアバイキングのヘッドレストについてご紹介させていただきました。もうバイキング持ってる人はもうほぼ必須じゃないですかね。やっぱりあった方が確実にいいと思います。
で、これからバイキング、ご検討される方もですね、ぜひセットでご購入をご検討いただければと思います。本日はありがとうございます。